こんにちは、京子です。今日は以前にも紹介したベティジェルのピールオフジェルを使って長持ちするジェルネイルに再チャレンジしたいと思います。前回はオフの時の動画がなくなってしまい、つけるだけの紹介になってしまったので、今回もう一度つけるところからお見せします。使用したのはベティジェルのピールオフジェルです。これはもともと数日間だけジェルをつけたい人のための剥がせるベースジェルです。今回のやり方はメーカーが推奨するつけ方とは違うので実験の動画と思ってご覧ください。爪の形は整えて甘皮周りは処理してあります。爪の表面を消毒しピールオフベースを塗ります。通常はエッジと呼ばれる先端は塗らないで全体を塗るものですが、今回は長持ちさせたいので、先端をほんの少しだけ残してピールオフジェルを塗ります。塗り終わったら爪の先端には普通のベースジェルを塗ります。今回はプリジェルのスタイリングベースを使います。先端にスタイリングベースを塗り、先ほどのピールオフジェルと段差ができないように軽くなじませます。爪の先端にもベースジェルをしっかりと塗っておきます。塗り終わったら硬化します。今回はこの上にプレストの20番のピンクをグラデーションにして塗ります。とても肌になじみやすいピンクなのでグラデーションも作りやすいです。2回から3回に分けて好みの色が出るまでグラデーションをします。次にクリアジェルを一度塗りして表面を滑らかにします。最後にノンワイプのトップジェルで仕上げます。これで3週間後の様子は次の動画でお見せします。チャンネル登録がまだの方は登録をして楽しみに待っていてくださいね。それでは次回の動画でお会いしましょう。